回してもらって対談するってことで、うん、対談は真剣にやっていくんだけど、うん、米ブロスにガンガンいたずらしていこうかな、うん、それも多分最後に流すんで、うん、楽しみ。ガンガンいたずらしてから両方ね、ゆうへいくんもこうへいもぶち切れるまで関係ないからぶち切れるまでということで、ありがとうございました。ありがとうございました。あ、ありがとうね、マサト。ありがとうございます。マサト、ほら、マサトも今回手伝ってくれてね。ありがとう。ありがとうございます。最高の、あの、資格をさせていただきました。真面目かこいつ、真面目かつく。サムガンガンってくから。ガンガンあんなもんじゃないか。ガンガン、うん、あんなもんじゃないから。はい、ということで、はい、対談に行きたいと思います。今回はね、幼馴染のクメブロスに来てもらいました。よろしくお願いしま す。弟のクメコヘイです。兄のクメヘイです。はい、いいですね。こういう場もないからね、だからこういう場もないから慣れてる感がやばいねいい、うん、もう早速質問しちゃって、うん、もう行くよ、うん、何でもいいです。何でもいい、何でもいいです。結構突っ込んじゃうよ、うん、好きな寿司のネタとか、うん、何でもいいよ。好きな焼肉のネタとかね。ああ、いいですね。単勝ですね。これカルビです。はい、全部カットじゃあもう普通に質問していくよ。お願いします。いつも通り、はい、うん、今回もあのクイーバーさんの提供により、これが実現してるので、あのクイーバーさんありがとうございます。ありがとうございます。ってことで対談を始めていきたいと思います。はい、まず俺と出会った時っていつだっけ。俺ね、明確に覚えてるよ。覚えてる、うん、小学に、俺が2年生だから多分カイトは1年生。1年生、うん、あの大会の時だと思うね。え、どこの大会の時だっけ。あの茅ヶ崎支部の、まあ、初めて子どもの部がさ、うん、できてさ、うんうんうん、それを大会に俺出たんだよね、うんうん、出に行ったの。したらカイトがいた。あ、で後輩もそれに出てたんだ。出てない、後輩は出てない。あ、出てない。そう、俺だけ。じゃあ誰がいたんだ。俺とゆうへいくんと、あとノブくん。あ、ノブと、とあとは、まあ、シュウ。シュウくんも出てたの。その時シュウくん、あ、シュウ、あとはシュウの姉ちゃん、みーちゃん、うん、かな。その時に初めて喋ったのか。うん、だから俺その時に初めて書いてもらった。ああ、で、俺から喋りかけたんだっけ。そうだったかな、そこら辺はちょっとよく覚えてないんだけど、俺は あんまり子供のね、引っ越してきてたからね、うん、新潟から、うん、で、茅ヶ崎の、要はその同年代に友達がいなかったの、うんうん、からもしかしたらカイトから話しかけてきてくれたかもしれない。ああ、うん、俺何も考えてなかったからな、その辺、うん、多分俺かなりその時やっぱこう引っ込みじゃんっていうか、うんうんうん、あんまりこう自分から話しかけられるようなタイプじゃなかったから、うんうん、もう多分カイトから話しかけてきてくれたんだと思うね。全くやっぱさ、記憶ないよね、いつ仲良くなったかっていうのはね。全く俺はない。どうやって話して普通覚えてるじゃん、うん、そういうのって、うんうんうん、全くやっぱ記憶にないんだよね、うん、それさ、俺は覚えてるのになんで記憶ないってどういうことですか。だから多分まだ友達俺の記憶違い記憶違い、うん、いやでも本当にその、うん、まあその会った時は覚えてるかもしれないけど、うん、そこからどうやって仲良くなっていったのかって。あ、それはないね。やっぱ自然なのかな、自然に仲良くなっていったかな、うん、俺は覚えてるのは、うん、海の中で、あ、クメ兄弟いると思って、あ、ゆうへいくんみたいな感じで、こうへいみたいな感じ で、ゆうへいくんはなんかおーみたいな感じで、その後ろにこうへいがもうこんな釣り目して、うん、もうこんな俺のことガン飛ばして、うんうん、なんか睨みつけてきてて、いや、めっちゃ悪いからね。なんだあのガキと思って、うん、俺もガキなんだけど多分小1ぐらいの時で、ね、なんだあのガキと思いながら、いやあーみたいな感じでやってったみたいな感じなんだよね、うんうん、まあでもそんな感じで仲良くなっていってるかもしれないね。まあそうだよね、うん、ちょっとずつね、うん、で、なんか記憶がバンって飛んで、うん、もう急にゆうへいくんのパパに伊豆に連れてってもらってる記憶だったりとかが覚えてるので、車の中でこう連れてってもらって、で俺めちゃくちゃ車酔いがやばかったの。やばかった。もうすぐ車酔いが、今はじゃ考えられないじゃん。その時はすぐ車酔いで、でゆうへいくんが助手席乗ってて、俺と浩平が後ろのなんか作られたベッドみたいなところに寝てたんだ。でご飯食べます、朝ごはんで車行って超気持ち悪くなって、うん、もうやばいってなったんでねで、やばいってなったら、浩平が結構やばいよ、カイト君これ吐くよみたいな、うん、言い始めて、うん、だパパがおい、言えよって、うん、お前袋渡せ、袋って言って渡してやれって言ったら、もう俺超ギリギリなんだ高速道路をもう降りようとしてんだ、もうやばくて外で走って高速道路開け、開けるなーってなって言えよ、袋渡せって言って、で、なんか、ゆうへいくんもねもさくったよな、俺がなんか、パンをなんかバターロールみたいなの持ってて超覚えてるの、それバターロールみたいなの持ってて、なんか細長いじゃん、バターロールのやつってなんか、出そうか、
そのまま渡すかみたいなので迷ってて、ゆめ渡せって言ってパパ行った瞬間に俺に袋来て、もうその時には遅かったんだよね。もうこうしてた、もうここに全部返してたね。梅しそだったよね、それ。もう梅しそだった梅しそだった。で、このまま袋にこうやって、うん、もうこれちょっと汚いんだけど、うん、こうやってやった覚えがあって、あったよね。あったあった、それも覚えてる。それいや、その時は小学校、本当低学年でね、うん、だからそれを食うのもよく分かんないんだけど、たぶんそれ確かに本当に腹減ってて、うん、こうパッて食ったら、お前みたいな、お前そうゲロだよとか言って、とか言って、あれやばかった、ね、あれはもう伝説のドリップだった、うん、超面白かったよ、本当に。確かにやばかった、ね、で、なんか福島とかさ、いろいろパパに連れてもらって、うん、ビデオ撮ってもらってっていうのがずっと続いてたよね、うんうん、で、なんかさ、そういうのがまあずっと続いてて、まあ本当ちっちゃい時から一緒に、もうずっとサーフィンしてたんだ、うん。まあでもね、YouTube をやりながら、そのなんていうの、ずっと続けてたこともあるじゃん。そのビーチクリーンだったりとか、うん、前はこの間もクリーバーで記事にしてくれたけど、うんうんうん、そのビーチクリーンを、週、うん、月1回とか、うんうん、そしてやってるじゃん、うん、自分たちのあのとこでさ、うん、ああいうのはさ、どういう感じで始めたの？もともと、今まあ俺らがお世話になってたサーフショップのオーナーさんがさ、それを仕切ってやってたのが、うんうん、に俺は参加してるっていうのがきっかけなんだけど、で今は結構上に立ってやってるわけじゃん。そうだね、今まあ実行委員、うん、今は実行委員長って形でやらせてもらってるよね、うんうん、それなんか活動してる中でさ、やっぱ感じることとかを知りたいなと思ってさ、その一番やっぱそこの実行委員っていうので立場になって、今まで、まあ俺も今もそうなんだけど、うん、ただゴミ割りしてくださいとか大会中とかに、うんうん、こうなった時に拾うだけじゃん、俺らもね、うん、言われた通り、うん、実行委員になったからこそ、なんかこうちょっと見えてくるものとかっていうのあんのかなって思って、うん、俺も結構あるな。なんかこう、まあそれこそクイバーさんのコラムでも書かせてもらった通り、うん、やっぱりね、こうビーチクリーンしてくれる人ってサーファーだけじゃないんだよね、うんうんうん、一般のこう自分たちが実行になってこうゴミ袋をその人に渡すっていう立場になったら、うんうんうん、全然その関係ない、それこそ犬の散歩の人とかが、うん、あ今日ゴミ拾いしますとか、うん、それこそラジオ体操してるおじいちゃんとかおばあちゃんがゴミ拾いしますっていう風に来てくれるの、うんうんうん、そうだね。だからそれってやっぱりそこの地元の人たちとの交流の場にすごくなってるなと思って、うんうんうん、やっぱりサーファーってまだまださ理解されないとこ部分も多いじゃん、一般の人たちに、うんうん、だからそれをこう実際に地元の人たちと触れ合って、うん、こう自分たちのそのキャラクターだってやってることを見てもらって、うんうん、でその地域にやっぱり愛されることで、うん、いろんな活動にの幅が広がると思うの、うん、それこそカイト君ってさ、小さい頃からその茅ヶ崎全体に可愛がられてるって俺はすごい思ってて、うん、そこ尊敬してて、うん、サーファーだけじゃなくてもさ、いろんなご飯屋さんに行ってもカイトみたいな、うん、全然関係ないところでもそういう風に顔が広がって、まあ俺は人生すごい豊かな生活、うん、ができてるなと思って、うん、自分もそういうビーチクリーン活動とかをして、うん、そういう一般のサーファーじゃない人との交流の場にもなってるから、うん、これってすごいいいことだなって最近は感じてる、ね、うん、そうだね、うん、いろんなとこに自分のあのビーチクリーンの人がいるなるもんね。そうそう、だからそれが結局、まあ、自分たちプロサーファーとしてやらせてもらってて、うん、プロサーファーが先陣切ってやってるじゃないけど、うん、っていう風のいい、まあ、場っていうか、まあ、見てもらえるいい一つの場だなと思って、うん、まあ、そこは欠かさず、うん、取り組んでるよね、うん、いやでもやっぱ小さいことからって言ったら変だけど、うん、小さいことの積み重ねなわけだ、全ては、うん、本当にそう、だからそういうのをやってって、それを見ている茅ヶ崎市の人たちが、うん、じゃあもっとこう大きな機会を得て、うん、週一回したらもうビーチが綺麗になるんじゃないかっていうのにもつながってくると思うし、うんうん、ただ単にね、うん、こうでかいことだけを言っても、うん、多分やってないじゃんってなると思うし、うん、そうだからすごい俺とかは、まあ、この間も市長とかにそういう話をしに行ったんだけど、うん、まあ、後輩たちのモデレーターをこう市長に伝えたりとかして、うん、なんかすごいありがたいよね、やっぱそういうのやってくれてるとね、近場でね。本当になんかでもそこでさ、あとはゴミ拾い一生懸命してんのに、うん、じゃあよそでゴミを捨てるとか、うん、まあ、でそれこそそれがどん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 大きい環境問題に、じゃあそのゴミってどこから出てんの、プラスチックでしょ、うん、っていうところのどんどんリンクしていくっていうのは、うん、なんかこう年を重ねて感じてきたかな、うんうんうん、今まではもう全然気にしてなかったというか、うん、本当に恥ずかしいぐらい気にしてなかったんだけど、うん、それを毎年毎年こうやっていく中でゴミを拾ってるからさ、やっぱり、うん、なんかそういうところまで細かい部分まで考えて
ていって最終的にその大きなことになんかこうつながっていくんじゃないかなって最近思うようになったかな、うんうん、間違いないねと、うん、なんかそれこそゴミ捨てる人たちはさ、うん、あの絶対何言っても捨てる人たちもいると思う、うん、まあそうだねそう、うん、それがあのどういう気持ちで捨ててるかとか分かんないけど、うんうんうんそういう人たちもいるし、うん、拾おうっていう人たちもいるから、うんまあ、まずは拾おうって人たちでどんどんこう率先してやっていって、うん、ちょっとずつこうね、うん、そういう人が増えていけばいいなと思うし、うん、でも多分ね、うん、あの捨ててる人ってあの本当例えばタバコの、ね、吸い殻もこんなんだよな、うん、だから、まあ、これいいだろうって別にそういう何にも思わずとかねそう別に悪いことしてるっていう感覚じゃないと思うんだよね、うん、でもゴミ拾い実際してるとさまあ、これの積み重ねでゴミ袋がいっぱいになってるっていうのが現状だからさ、うん、でそういうやっぱこうちょっとしたことを自分の中にこうね落とし込んでっていうかさ、うんまあ、こういうことをしないようにしようっていうのはこのゴミ拾いを通じてやっぱそういう感じでことなんだ、うんそれがねちょっとでも、まあ、子供たちとか、うんまあ、ローカルの人とか、うんまあ、他の一般の人たちに伝わるというね、うん、そういうのがねちょっとですね、うん、なるほどねでさそうやってなんか、うんゴミ拾いとかやったりとかしてるけど、うん、その空いた時間でそういうの、まあ、やってるわけじゃん結構めちゃくちゃ忙しいなと思ってんの、うん、2人ともなんか YouTube やって自分たちの仕事もやってるじゃん、うん、それってなんかどうやって両立させてんのモチベーションというか、まあ、俺はサーフィンしかずっとやってきてないわけじゃん、うん、だからサーフィンに 100% をまあ外でモチベーションはそこにあるわけじゃん、うんうん、けどサーフィンももちろん YouTube もそうだけど 100% やって、うん仕事もさ、うん、いやいやじゃなくて好きでやってるわけじゃん、うん、あの塗装屋をさ、うんうん、そのなんかどうやって 100% で両立してるの時間もない中でって思ったんだよね、うん、まあまず俺の中で要はそのサーフィンを最初はするために仕事をしてた、うん、あ初めはね、うんうんうんまあ、大会に出るためにお金が必要だからさ、うん、っていうのはやっぱこうスポンサードしてもらってる会社だけでやっぱこう賄いきれない部分ってある、うんうん、あるでしょ、ねうん、だからそれがそこを補うために仕事をさせてもらってたのがまあきっかけだからさ、うんうん、でねありがたいことに親父がさ自分で会社ね、会社立ち上げてやってたところに入れさせてもらったから、うん、よりあの融通利かしてもらって、うんね、波ある時はサーフィン練習させてもらってたしさで結局そこその機会があったからまあ俺サーフィンプロサーファーになれたと思ってるからさ、うんうんうん、その場を俺がプロサーファーになれたきっかけを作ってくれた要はそういう場を俺も提供したいなっていう、うん、あみんなにねそうそうそうっていうもうこれからの若い子たちにうんっていうのがすごく強いから、うん、だからこのそういうのを作りたいっていう気持ちのテンションもあって仕事を頑張ってるっていうのはあなるほどね、うん、別にこう塗装をしているが好きだからっていうのはもちろんあるんだけどそういう別な他の人たち、うん、これからなんかこうスポーツ頑張ってくれるような人たちのために何が自分ができるかっていうのも考えつつその今のこのサーフィン以外のお仕事も頑張ってるっていうのへ、うん、面白いね、うん、好評そうだねなんかまあ兄ちゃんの言うのがまあ確かに自分もベースにあるんだけど、うんうんまあ、さっき言ったようにそのさ何かサーフィンをやるためにもちろんその生きていかなきゃいけないからなんだろうね自分のベースとなるものがのあると思うんだけど、うん、ただそれって何だろう何をよし始めようそれこそさ、うんうん、YouTube と仕事をこう両立させるために、うん、じゃあ例えば YouTube 始めようって思っていきなりドンって行く人って本当いないと思うの、うん、それこそ今だって芸能人がやっても、うん、その始まりますっていうところはもう終わってるところからスタートなわけだから、うん、それをじゃあそっちだけで一本で行くってなったらじゃあこっちにフォーカスしたらその活動ができなくなる、うんその塗装がないとそっちの好きなこともできなくなっちゃうから、うん、やっぱりそういう両立させるっていかないといけないなっていうのもあるし、うん、あとは何だろうねこうどっちも好きじゃないとできないっていうのはあるのそうだよねそう本当に、うん、本当に好きじゃないとめちゃくちゃ大変なわけよ、うん、すげえさ見てるとさ多分クメブロス見てる人たちって、うん、多分 YouTube だけしかやってないと思ってるの、うんうん、けど俺はさ近くで見てるじゃん、うん、月曜日から土曜日までさ、うん、びっちり仕事してんじゃん、うんうん、その中であのクメブロスを週1上げて、うん、いつみたいな、うん、だからそれをまあ、結果が出たわけじゃんそうですね、うん、なんかだからその、うん、俺は、うん、これ YouTube でもまあたまたま俺がそれを知ったきっかけが YouTube なんだけど、うん、ただ今まで自分がこう努力してるって思ってやってきたの、うん、サーフィンって、うん、普通に朝起きて
まあ、9時に寝て、うん、でも俺はまあ努力してるって思ってたし、ただその何かを始めるってなった時に1人って24時間しかないわけじゃん、うんうんうん、その中で例えばまあ食事だったりトイレだったりってもう絶対削れない時間があるわけじゃん、うん、そこに俺たちは仕事も入ってて、じゃあどこでその活動しなきゃいけないかって考えたら寝てるわけなんだよね。あ、なるほどね。だから単純に寝る時間をグッて削ってそっちその YouTube 活動をしてるだけだから、うんうんうん、だからこれはね本当に好きじゃないとできない。そうだね。そう、だから今までだから公平結構寝るの好きじゃん。大好き、うん、ってことはいつも大体、いや YouTube やってない時は、まあ、8時間ぐらい寝てるのかな。寝て、うん、朝結構夜も早いしね、うん、だからそのまあ6時半には大体起きてるわけよ、うん、仕事があるからね、うん、6時半には起きるじゃん。で前までは本当に9時遅くても10時には寝てた、うんうん、そうだよね。それを例えば毎日毎日、うん、今寝てるのは本当に1時ぐらいがスタンダードだね、うん、ああじゃあ結構削ったね。そうだからさ12時ぐらいだともう従来の9時ぐらいの感じだね。分かる？なるほどね。今もうそういう頭になってきちゃって時差ボケじゃないけど、あもう12時かよじゃなくて、あまだ12時かみたいな、あそういう風になってくるのか。そう、うん、に変わってったの。だからそのやっぱりそこがそこをもうグッと縮めればまだまだこう、まあそれは正解か不正解かっていうのは言えない。ただ自分にとってはそのまだまだできる時間ってあったなっていうふうに思うの、うん、そこ削ってでもやりたい仕事ってことだね。そう、しかもあとはやっぱりその塗装業っていうちゃんとしたお仕事でお金の重みっていうのを本当に多分知ってると思うの。それど一生懸命努力したことに対してお金がついてくるっていうのをやっぱり知ってるから、そういうのもこう YouTube に落とし込めてると思うのね。それって多分クベブロスの強みであって、例えばこの商品いいですよって嘘言えないなって思うの、うんうん、それで例えば十何万のサーフボードを買ってくれる人が一人でもいたら、うん、その十何万を稼いでるその人のお金って、うん、むちゃくちゃ高価なもの、ね、貴重なわけよ、うん、だからその重みっていうのを多分すごく理解はしてるから、うんうん、なんかその時にこれ調子いいですよって嘘で言ってたとしたら、うん、その人の頑張って汗水垂らした10万円が、まあ、パーになるとまではないけど、うんうん、みたいな風になるのが気持ちはわかるってことだよね、うんうん、そう、だからそこの仕事と YouTube っていうのがめちゃくちゃこう相乗効果していい形になってて、うん、自分の今のスタイルはいいなっていう風に、うん、まあ気持ち、まあ、寝てないから大変だよ、うん、はっきり言ってめちゃくちゃ大変だし、うん、じゃあその動画ね、そのお仕事で動画もらったらこの日までに作ってくださいっていうのはもちろんあるからさ、うんうん、まあ、普通に3時とかまでやる時とかもあるので、うんうん、6時半に起きて普通に行かなきゃいけないから全然寝れないっていうのも全然あるんだけど、うん、ただやっぱそこのベースがあるからこそ YouTube が生きてきて、で YouTube があるからそっちの今度あこういうやり方もあるんだ、ああいうやり方もあるんだっていうのが出てきてっていう風になんかこう、うんうん、じゃあいい、じゃあやっぱ仕事もあってすごいいいんだね、うんうん、あって、うんうん、あるからこそのクメブロスってことなんだね、うんうん、なるほどね、面白いね、うん、こんな話聞いたことないよね。確かにしね、したことない、ね、初めてしたかもしれない。じゃあ今ちょっとさ、漫才しててくれる？今、ちょんめん行きたいから。どういうこと？すぐ行きたいから、漫才してくれる？じゃあ、さあ、はい、始まります。はい、はい、クメブロスのね、これ一発芸、はい、皆さん、これはやばいですよ。あの大人気 CM、 あの塩、ありますね、あのお塩の、はいはいはい、あの名言、得意ですね、はい、それでは久米雄平、牛員来てください。お塩の CM の一発よろしくお願いします。いきます。博多の塩、ありがとうございました。これがお前さ、わけわかんないところでトイレ行くから事故したじゃねえか。ありがとうございます、本当に。やったこともねえようなさ、なかったことにしてる。なかったことにしてる。大体あの僕たち切ることとかないんで、ないで、はい、なるほどね。ちょっとすごい話だったんだけど、ずっとトイレ行きたくて今何も覚えてないわ。後で見返さないと。じゃあ、うん、いい、続けちゃって、はい、今後の、うん、サーフィン界の未来、うん、どうなってるかどうしたいか、うんうん、どうなってるかどうしたいか、めちゃくちゃ結構考えてるんや、うん、2人ってサーフィン界のことも、うんうん、めちゃくちゃ考えてるね。ね、どうこ、うん、まあ、どうしたいからね。あ、なるほどね。なんかやっぱりさ、こう海人くんっていう存在が近くにいるからさ、その日本の、まあ、こうトップを走り続けてきた人がさ、うん、すぐ隣にいるとさ、うんうん、むちゃくちゃ苦労を知ってるわけよ。うん、そうだな、うん、多分言いたいことも同じだもん、うん、
だからすごいそのね、もっとこう、まあ、こんな言い方したらめちゃくちゃ失礼かもしれないけど、もっと時代が良かったら俺もっと活躍してる人だと、まあ、正直思うのね。ただそこに対してやっぱりこうサーフィンっていうのがまだまだマイナースポーツで、いろんなところからこうスポンサーさんとか費がね、いただけなかったりとかってあるから、なんかそういうのを本当に目の当たりにしてて、心の底からほら尊敬するじゃん、だからそういう子たちのためになんかこうもうちょっと業界がこう潤っていけたらいいなっていうのもあるし、それこそね、今のオリンピック代表に選ばれ、ね、の選手たちだってさ、限りなく世界のメダル取れる逸材が出てきてるわけじゃん実際。じゃあそこに対してもっとこうバックアップが、大人たちのバックアップがドンって乗ったら、自分じゃできないことも可能になっていくと思うんだよね。それこそ今世界で言ったらさ、ウェーブプールがもう主流になってきてさ、ほんと小学生のさ、全然てっけてけの子がさ、とんでもないエアリアルかましたりしてるじゃん。でもあれってやっぱりさ、国がさ、そこに対してお金を出してさ、そういう施設を作ったりさ、じゃあその子に対していっぱいお金、まあ投資してそのをちゃんと選手として作り上げるっていう文化があると思う、だからなんかそういう一つの、まあ、きっかけになるようなこう動きはしたいから、やっぱサーフィン、その子供たちがもっとこう伸び伸びやれるようなサーフィン業界になったら嬉しいなっていうふうには思う、間違いないね、だからそのそれのもうなんだろうね、 YouTube をこう頑張ってる一つの理由でもあるんだよね、要はそのクロートたちは本当にカイト君を見て、どん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 勉強してほしいし、こう上手くなってほしいんだけど、じゃあ自分たちに何ができるかって言ったら、その初めてね、サーフィンをやるっていう人たちが増えれば、じゃあ、ね、僕たちを見てこうサーフィン始めようって思って、下手だなって気づいた、気づかれたら、こっちを見てくれればいいから、こいつはちょっと下手だなって思ったら、こっちを見てくれれば、で、なんかそういう、こううまくこう相乗効果で、そういう一人一人が役割分担ができるような、こう業界になっていけば、そうだね、いいなっていう、もうなんだろうね、こう狭いパイでさ、こうさ、こういつも言ってるけどさ、足のこう引っ張り合いしてさ、自分のポジションをこう取りに行くというよりかは、じゃあ自分のポジションはこうだから、ここはカイツンが出た方が絶対いい、そこはクメブロスが出た方が絶対いいっていう風にできて、や、まあ、やってくれてるわけじゃん、だからそういうのがこうサーフィン業界全体がそうなれば、もうちょっとこう明るいこう未来というか、サーフィン業界の悪いところだと思うの、その仕事をしているプロサーファーとして仕事をしているのに、そこにしっかりお金がついてこないって、ありえないって俺は思ってて、このサーフィン業界に対して、で俺らがそれを変えていきたいな、俺はね変えていきたいなと思って、ちゃんとその相手が求められていることをしっかりまずそれをメイクする、ちゃんと形にするっていうのは、ね、基本なんだけど、ちゃんと形にしたことに対してちゃんと会社からお金が出る、要はプロサーファーだったらじゃあ大会に勝ったらちゃんとお金が支払われる、何かものを制作したりとか、じゃあ動画のインプレッションに出たり SNS をじゃあ使って宣伝したり、そういったことをやった時に必ずちゃんとお仕事として成り立つっていうのを、俺らがちゃんとそれを与えられた仕事をちゃんとしっかり作ってメイクしてお金をいただいて、それをちゃんと仕事として形にしたいっていうのは、他の子たちにもこうそれを牽引してもらいたいっていうのは、俺はね宿命だなって思う、仕事だなって俺は思ってる、この YouTube やってることに対してね、まあ、そうだよね、じゃないと続いていかないもんね、いや本当にそうなんだよ、無理だ、やめるしかない、でじゃあ なんか仕事探さなきゃっていう風になる子が、せっかくでも、もしかしたら原石かもしれないから、その子は、いや本当にそうなんだと思うよ、で、まあ、今はさ確実にレベルはさ、俺らが子供の時よりかはさ、もう何十倍も上がってるわけだ、上がってるね、そう、今多分、今の子供たちが、俺らが今じゃあ NSA のボーイズクラスに出てる時に、その子たちが出てたら確実に多分勝つと思う、もう俺らよりも上に行ってると思うんだ、そうけど、そういう子たちがどんどん出ていってるからこそ、やっぱ今全体でその子たちを持ち上げて、CT に入ったりとか、その動画でこう活躍、世界で活躍する人が出たりとかっていうのを、まあ、俺は単純に見たいなって、やっぱ思うよね、なんかこうジョンジョンと戦っててどっち勝つみたいな、あいつだろみたいな、面白いしね、それの方がやっぱ面白いじゃん、でかい大会を日本でやった時に、じゃあ1000万とか、本当そういうクラスの大会が日本でありますってなった時に、フィリペとか、ジョンジョンとか来て、まあ、波質とかもいろいろあるかもしれないけど、来た時にもフィリペ、ジョンジョン誰だね、
みたいな、うん、日本人がそこに入ってたらさ、めちゃめちゃかっこいいじゃん、うん、しかも現実に今起きてるじゃん、シュンがメダル取ったりさ、うん、ヒロとか US オープンで優勝したりさ、うん、まあ一昔前じゃありえないマジでありえない、本当にだからこそ今さ、ここで力を合わせてグッといけば、うん、その人たちがもっと上に行けると思うんだよ、うん、そういうのをまあ変えていかなきゃいけないよね、うん、俺らがね、そう間違いないよね。じゃあいい、ふざけちゃってももちろんす。じゃあ、こっからちょっと、ね、こっから本気出せばいい、こっから本気出せばいい、はいはい、今までの全部あの2人とも嘘だから、うん、嘘ついてるから、みんな2人とも自分をカッコつけてる、あれだけ言ってけカッコつけてるから、まあ、刀なしはもう十分だから、ちょっと一発ない、おならたでもしてかましておいて、おならかましておいて、博多の塩いっとく、博多の塩いっとくじゃあ、まあふざけてるわけでもないな、これでも今質問見たけど、うん、サーファーの恋愛事情、はい、まあ実体験混ぜながらみたいな感じなんだけど、うん、どう？意外とさ、周りからはさ、うん、サーファーでチャラいってイメージめちゃくちゃあるじゃん、うん、まあ、もちろんさ、どの世界にも、うん、まあちょっとチャラい人がいたりとかっていうのはもうどこの世界でもあると思う、うん、意外と俺の周りってめちゃめちゃ真面目なんだよね、うん、俺は含めてでしょ、うん、まあそうなんだ、そうなのかな浮気してんのかな、まあ2人とも結婚してんじゃんもう、うんうん、でもすげえ長いじゃん、後編もめちゃくちゃ長いじゃん、うん、もう10年だね、10年なんだよ、もう俺も10年近く一緒に、もう10年なんでしょ、うん、結構やっぱ長いじゃん、うん、で、一番上にはさ、うん、大沢信之っていうさ、まあそうだね、何十年一緒にいるのっていう人がいてさ、うん、そうだね、もうめちゃめちゃ真面目じゃん、うんうん、なんかそれってさ、うん、こう、なんだろうな、こういうラインができてきてるのってなんかあんのかなと思って、いや、わかんないよ、俺の考えとしては、じゃあ例えば海に入ってさ、サーフィンに行く、うん、いう日がさ、例えばディズニーランドの約束をしてた日だった、うん、じゃあ波上がったら、うん、やっぱサーフィンに行くわけじゃん、うん、それが仕事だからね、うん、そういうのをこう全部受け止めてくれて、でだったら何だったら一緒に海行ってくれる、うん、っていうのをやってくれた人を裏切るのはまずありえないなと思ってる。あー、なるほどね、うん、まあ、だから浮気とかまず考えられないわけよ、その時点で、うんうんうん、っていうのは俺の考えかな、まず。結構なんかどういう、今どこ行くんだろうかなと思ったけど、かっこよかったね今ね、うん、確かにそうだよね、うん、もう毎回もう付き合ってる時からデートの約束とかしてて、うん、けどそれ波があるからって言って、まあ、行ったらすっぽかして、うん、で一緒に海に来てもらってる人を、うん、本当裏切らないって気持ちで今ここにいるんだ、うん、結構かっこよかった。これ以上のこと言える？いや、どう？言ってみて。いや、10年いるんだから。いや、もう愛してます、一言。かっこいいのかな。いや、でもね、なんだろう、その、もうクソ真面目にサーフィンしかやってなかったから、うん、結局何して遊ぶったらサーフィンだし、うん、じゃあそれがね、他のその、うん、まあ、じゃあ今恋愛事情って女の子たちと遊ぶことが楽しいってなったらそうなっていくと思うし、うんうん、だそのクソ真面目なところにクソ真面目なその彼女たちがついてきてるっていうのがあって、うん、だそのなんだろうね、性格というかベースをみんなこう好きになってくれてる人と一緒にいるよね、うん、じゃあもう似た者同士がいるからそうなってるのか、うん、みんなこう例えばこう、まあ、彼女だったら奥さんがさ、うん、こう会うとさ仲良くするじゃん、めちゃくちゃ仲いいよ ね、だからすごいな、うん、だからそういうのもさ結局なんだろうね、みんながそういうスタイルだから、うん、それがどんどん受け継がれてるっていうのはちょっと分かんないんだけど、うん、まあただそういうスタイルなんだろうね、確かに、じゃあそうだね、じゃあここでまあもし本当にじゃあ俺とゆえくんがすごいなんか別なことをやる人たちだったら、うん、それにまあこうやっぱ楽しいからついていくよねって話してるんだ、うん、サーフィンじゃなかったらそれが、それがサッカーだったらサッカーやる選手かもしれないしってことだよね、だって何も要はしこっちははさ一番下からしてみるとわからないわけでさ、うん、本当にこうついていくみたいな感じでずっと来てるからさ、うん、だからそれを本当にただただサーフィンをやってたっていうのはでかいよね、うん、確かに、だからそんな時間も本当になかったよね、確かにね、なんかそれこそね10年一緒にいるけど、うん、そんなことしてる時間がない、うん、今なんて特にそうだし、それこそ一緒に遊ぶにねこう出かける機会もほとんどないからさ、うん、それこそ兄ちゃんの言うように YouTube 活動についてきてもらって、うん、まあちょっとここ変だよとかね、うん、もう言ってくれるようなパートナーに出会えてるから、うん、だからねそういうのが、まあ、自分のレベルを上げてるっていうのもあるよね、うん、絶対に。だからそのねこの恋愛事情をこの俺たちに聞くのはかなりむずい難問だね、分からないから、うん、ああそっかそっか、そう本当にただただその自分ねその本当に言うように裏切らないっていうか、うん、裏切れないし、うん、頭も分かんないし、うん、変な話で、ね、逆に、うん、じゃないその奥さんがいないとできないからさ、うん、実際ご飯も作れなければ、うん、もう
洗濯もできないし、うん、その時間は全部サーフィンとに費やさせてもらってるから、うんうん、だからその恋愛どうっていうのはちょっとむずすぎる。これ難問だよね。確かにね、うん、そうかもね。そう、まあ、特殊っちゃ特殊だし、そうかもしれない、ね、そうだからその一人でもう生きていけないようなスタンスだからさ、うん、だからその恵まれてはいるよね、うん、本当に恵まれた。確かに、うん、恵まれてるね、うん、そんな二人のさ、うん、まあ、奥さんとかのもう一緒の時とかのさ、うん、奥な時って何してんの？奥な時あんの？まずたまにある。いや、あるよ、あるある。もうオフ、完璧オフみたいな時、うん、編集もないし、うん、波もないし、うん、オフな時って何してんの？あいみょんのライブに行ったりします。行ってたね、この間、はい、あれオフなんだそう、あれオフなんだ。あれはもう完全にオフです。オフなんだ。はい、だからそうだね、こう2人で好きなことを一緒にやってるって感じ。ああ、その、うん、それもある。ゆうえくんたちもあるある。なんか俺たち基本インドアな、うん、映画見たりとか、あとね、食べるのが大好きだから、うん、なんか美味しいもん食べ行ったりとかしてる ね、 もうとにかく食べるのが好きなの俺たち。ああ、なんかわかる気がする。だってさ、兄ちゃんが太ると奥さんも太ってくからねそうなんだ一緒なんだね、うん、一緒に太ってない、うん、食ってんなみたいな食って飲んでるな、この家族夫婦はみたいな、うん、あるから。あ、なるほどね。じゃあオフな時はまあそんな感じか、うん、じゃあ釣りとサーフィンもやっぱ、でもさ、いいよね、サーフィンして、うん、釣りもできるじゃん、うん、その一緒のトリップで、うん、そういうのもひっくるめていいのかもしれないね、まあ、まああとはこれは完全に副産物なんだけど、こう、うん、違うジャンルやる、もうほんとサーフィンまっしぐら、それ仕事もそうなんだけど、うん、サーフィンまっしぐらでもうブワーってなってると見えないことってほんといろいろあって、うんうんうん、その釣りブワーってやってる時って何も見えてない、うんうん、釣りたいってやってアホみたいにやってたんだけどでもそれがこうふわってなった時に、うん、なんかこう隣のこのサーフィンとこうふわってくっついたりする、うんうん、仕事もそうで、うんうん、だからなんかそういう釣りからすごいインスピレーションを受けてサーフィンに落とし込んでることっていうのめちゃくちゃあって、うんうん、そうだね。そう、うん、そこがなんだろう、やめれなくなってる理由でもある、うんうん、そこも楽しいと思って、うん、釣りから得られる情報量っていうのもすごいもんね。そう、うん、特に動画なんてさ、サーフィンのもう遥か上行ってるから釣り業界っていうのはね、だから他業界を見るとその全然違うものが見えたりはするよね、うんうんうん、それは面白いよね、うん、なるほどね。遊んでる時間がないんだよ、忙しくて。確かに確かに。遊びで、うん、釣りは遊んでるからね。だから遊びで、うん、そう、だから、うん、まあ、ほぼだからオフがオフじゃないようなもんだからね。そうなんで、そうなんで、まあね、アイドルのライブとかがオフになってくるから、ね、そうそう、だからあのあなだから奥さんがめちゃくちゃ怒るわけよ、うん、なるほどね。そう、もう忙しすぎて、うん、自分のことでも忙しすぎて、例えばさ、これもう全然もう、うん、あの夏がさ、こう、うん、私ここちょっと行ってみたいとかは俺行かない、うんうん、基本もう俺が、なんだろう、その、いや、その、なんとなく行くんだったら、うん、俺めっちゃ行きたいとかあるから、うん、そっち行こうと思って、うん、それこそ海とかも連れてっちゃう、うん、いや、それがさ、ありえないのよ海連れてくは、まあ、わかるよ、うん、ね、あの、サーフィン見てってね、わ、うん、かるじゃん。釣り連れてって、彼女サーフィンやんないで、椅子に座って釣り見てんのよ。釣りでしょ？釣りしないでしょ。そう、釣りしないで、釣り見てるんだよ、うん、考えられなくない？いや、もう俺が彼女だったら、うん、奥さんとかだったらもう考えられないけど、ナッツはだからそれで平気なんだよね。感謝だよね。だから、うん、でも俺のとか読んじゃってもなんかパラソル、うん、あんな釣りのさ、うん、スポットにさ、うん、パラソル出てさ、うん、こんな本読んでる人がいないからね、絶対、うん、めちゃくちゃ本当そうだよね。盛り上がるから言っちゃうんだけど、うん、なんだろう、こう俺はその時ってむっちゃもう楽しいって思ってるじゃん。楽しいってサーフィンするじゃん。だからなんかその楽しいところにを見てほしいわけよ。で、それをもう10年間見続けてるわけよ、うん、俺の奥さんはさ、うん、で、ショッピングモール行くとさ、なんか、あ、いいじゃん、いいじゃんみたいな、これ普通じゃん、うん、でもそんなさ、T シャツ見てたら、かわいいってさ、言えないじゃん、うん、全く興味ないんだから、うん、だからそれを求めてくるわけよ、うん、なんかそれをやってくれたのね。そう、なんでそんなつまんなそうなんだ、うん、それはつまんないんですよ、うん、だって、全然面白くない正直でも、そんぐらいサーフィンって楽しいんだよ、うん。でもさ、それはだから逆のパターンあるよね、うん、だから夏からしてみたら、まあ、サーフィンをさ、うん、楽しいっていうのをさ、うん、もう、いいねって言って見てくれてるわけじゃん、そうね、こうやってけど、わかんないよ、それに関しては。わかんないけど、うん、ショッピングモール行ったらさ、うん、夏はさ、もう楽しいってなったわけだからさいや、そうだよね。いつも夏みたいにさ、うん、やつはいつも、いいねー
って言ってさ、うん、海で見てくれてるわけじゃん、釣りでもさ、うん、だから公園にさ、楽しいって言ったらさ、うん、いいんじゃない、うん、そりゃ公園が悪い、それは切れるわ、うん、って感じだから。でもそのいうなんかまあ、うん、一緒にまあそのいる時間っていうのは大切にしてるから行くけど、うん、でもなんかそのそんな楽しくないんだったら、うん、俺は楽しいことを一緒にやる。いやだからそんなに楽しくないんだからっていうのは多分お公平な計りで、うん、夏からしたらもう楽しいになってるわけだから、ね、でなんかいつもなんで私は、うん、もう楽しいねって見てあげてるのに、うんうん、あのショッピングの時は楽しいねって言えないのっていうので、そうそうそう、いつもブチ切れてるってことだよね。そうだからそれ今この学びを得たわけだから、次からショッピングモール行ってこれどうって言われたらイエーって言ってやんないと言えないんですよ。それダメダメダメ言わない。じゃあでもそれこそ、うん、俺はそれ夏に言ってるのはそれほどサーフィンって面白いんだと思う。それほどでもショッピングが面白いんだろうと思うってことで、夏日的にはね、うん、違うの、そんな感じじゃないの、違うこれはでも絶対そう、でも絶対みんなそうだから、うん、サーフィンやってる時ってさ、もう俺サーフィン以外で見たことないもん、あんな顔してるの実際2人が、うん、サーフィン以外で、うん、もうなんかフォーって言う、いや言わないんだけど、運転しながらさフォーゴーゴーって言わないじゃん。言わないんだけど、言わないんだけど、いや言わないんだけど、ディズニーランドでさ、うん、ミッキーって言う言わないじゃん、言わないんだけど、うん、その彼女が言ってくれてるから言わなきゃいけないよね、綺麗事じゃん。いや俺でカイトと同じ、俺カイトと同じだから、いつも海で、うんうん、まあ彼女来てくれて、もう楽しいってなってないのに、うん、本当はなってないけど、もうその気持ちまでモチベーション上げてくれてるわけじゃん、うんうんうん、だから向こうの土俵に立ったらもう楽しいっていう気持ちでやんなきゃいけないよねって話でしょ、うん、このさ動画って何コメントできんの。できるよ。これちょっと聞いてみようよ、公園と同じような感覚持ってるやついるの。確かにね気になるよね、じゃあ公園と同じような感覚持ってる人は、うん、公園のところにグッドボタン、公園の名前書いててグッドボタン、グッドボタンね、で俺と家君の、うん、こうにか共感する人は俺らにグッドボタン。ちょっと聞いてみようよ。そうだね。じゃあもう一回ちょっといい、まとめていい、ブガーリー、じゃあ公平なのにまとめていい、うん、公平のじゃあやつは、うん、こショッピングにはもうどういうこと、公平の考え方は何、じゃあその相手が、うん、あのちょっとでも要は楽しいなって、まあ、だから、まあ、求めないでほしいってこと俺が思うの。それもう多分俺思うんだけど、うん、公平の名前のとこに、うん、世の奥さんからのバッドボタンが半端じゃないと思うんだけど、うん、もし見てたら求めないでほしいって何。だからそのサーフィン、あ冷やせ出てきたよ、だからサーフィンがもうめちゃくちゃ楽しい感じを、うん、やっぱりそのショッピングだったり、うん、まあ、俺本当にディズニーランドとかでも出ちゃうんだけど、うん、ちょっと一回お昼寝しようとか言っちゃうから、うん、ディズニーランドどこで寝んの車戻ってやばいねそれ一回出てそう、まあだからそのそこで、なんだろう、こうサーフィンのテンションを自分のそういうプレートに出せない、うん、求めないでほしいっていうのがあなたの意見ね。そうね、で、俺らはじゃあ、うん、でも、待って待って、行くよ、でも行ってるから、ね、うん、まあ行くのはいいけど、そのテンションを出せないってことね。もうこんなんでずっといるってことでしょ。まあ言っちゃえばね、うん、多分ね、で、自分ではこれのこれね、うん、で、俺とゆえくんはサーフィンの時にそのモチベーションを上げてくれてるから、うん、向こうの時に行ったら、うん、そのモチベーションで上げていこうっていうことね。一生懸命俺らを合わせていく。そうだよね。だからディズニーランド行ったらずるいよ、ミッキーって俺は言っちゃう、ね、言うよね、うん、俺も嘘つくなよ、俺もミッキーっていう見たことないよね、ケンタ君、あります、ないよね、それはね、見てるもんじゃないから、ね、じゃあだからそれほどサーフィンが素晴らしいってことは俺は言いたい。全然なんかそんな、あのこんなもうくだらない話はいい、サーフィンが楽しいってとこだから。でまあだからまあいいよ、いいよ、いいよ、もう別にそれ言っとくボタンで分かるわけだから、うん、だからまあそういうことでしょうか、うん、じゃあその上に書いておきもいいよね、うん、やっといて奥さんとの趣味には、うん、あの楽しめない、うん、いやいや違うわライブ行っとるわライブは好きじゃん自分も、まあね好きだね、ね、じゃあそれで、まあ、今ちょっとね一連の話を聞いてね、どっちのね、共感ね、多いか共感できるかっていうのこれはそれでしましょう。やってみてください、うん、なんかこれ何勝ち負け決めたいな、あグッドが多かった方。でもじゃあさそれだけ言うんだったらさ、本当にディズニー行ったらメッキーって言ってとか動画で残していいよ、全然いいよ絶対、うん、あと車でこう乗って、車はじゃあ奥さん、あの何好きなの、じゃあ奥さん何好きなの、食べること、じゃあ食べるときさ、おいしいって言ってさ、うん、ゴーゴーゴーって
じゃあ言ってよ。いやいや、そう、だってその555はおかしいでしょ。だって言わせてんじゃん。じゃあ、もうやばい。いやいやいや、だってそうじゃん、サーフィンの時とかって、うん、やってよ。いやいや、だって、まあ、じゃあディズニーランド行った時は、ディズニーランド行った時は俺耳もつけるし。いや、俺だって耳つけたよ。それは合わせてるよ。うん、俺その天使耳買おうぜ。俺は言う。逆にね、自分が、うん、耳買おうぜ。あのチュロス食おうぜっつって、ミッキーと写真撮ろうぜって、あ、ミッキーミッキー、あのミッキー行こうぜって。家でできるね。そう、できるから。まあ俺らはあのいざ俺といることが一番多分楽しいことだから、うん、まあ、全然そういうのはないんだけど、うん、ずるいじゃん、え、うん、重くそ逃げたじゃん。ずるいよね、それは。ずるいよ。じゃあまあそういう感じでちょっとやってみようか。うん、もう着地点がもう見えなくなってね。お前もうこうなってるから。お前もうずっと一生もう走り回って。ケンタ大変だから。リップポジションないから。ケンタ大変。そういうことで、じゃあ今回はね、うん、結構いろんな真面目な話から、うん、あの面白い話まで聞かせてもらってありがとうございます。うん、いや、こちらこそありがとうございます。結構楽しかった。ね、なんかもう1時間ぐらい回した？止まんないよ。1時間15分ぐらい。マジで？やばいね。おはようございます。これね。クリスマス、クメブロスの対談、クリスマスプレゼントということで、ドッキリかけます。どなたにかけるんですか。いや、ゆうへいくんかけようと思ったんだけど、思いのほかゆうへいくん早かったんで、ゆうへいくんに取ってもらって、公平、爆睡してるんで、ホイッスルで、もう最高な朝の目覚めをあの人に届けたいと思います。いつも感謝してるんでね。作戦、うん、そーっと行って入って行って、まあ、うん、とりあえずカメラマンの回もいるから、うん、まあ一緒に踊れてもらおうかなっていう感じで、うん、これ難易度高いよ、2人は。そうだね、うん、で頭の上ぐらいからもうこれをもう、うん、思いっきり吹いて、うん、最高な目覚めよ。あいつ寝起き悪いからブチ切れる可能性あるよ。大丈夫。いつもありがとうっていうから、それ最後に起きたら。オッケーオッケー。今いつもの感謝を伝えるっていうことだよね。今ね、俺撮ってくれてるのはここに。おはようございます。クメブロス兄ということで。ひなたおはよう。ひなたやってくれる。いやだやだ、痛い。いや、これまずかなり難易度高いよ、ほんと。行くまでにバレる可能性もあるから、もう慎重に行こう。朝、超早く起きてるんだから。ここ難しいよ。これさ、普通に抜いたらなる。だけど、まあまあ吹いてもいいけど。おはようございます。いつもありがとう。最高な目覚めを。いつもの感謝の気持ちを。首やった、首やった、痛いって耳じゃなくて首。首やった。ドッキリ大成功ですね。ありがとうございます。いつもね、あの感謝してるから、いつもの感謝の気持ちを込めて最高な目覚めをと思って考えました。本当にいつもありがとう。あの、これ放送されるのメリークリスマスなので、メリークリご、もう口回んないっすね。俺も眠すぎて。はい、メリークリスマス。サンタ突然やってきますか。アイカット。グッドモーニングエブリワン。おはようございます。
はい、ペタ。編集しかしない。波ないっしょ。なんない。もうさ、朝はやっぱ編集しとかもうやめて、あれしようよ、みんなでそこそばで飲もうよ。そうよ。そうそう、行く。ゆえくんの入れとこうと思って今飲んでたの。ゆえくん一口飲んで固まってた。俺コーヒー飲もうとしたら俺が面白すぎて吹いちゃった。天才だね。いやだってケンタにはめるって言ってたんだよ。マジっすか。いや俺なんかゆえくんがなんかカメラ持って俺の方ずっと狙ってるからなんか怪しいなとか思ってて、だから俺ずっとコーヒー飲んでなかったんです。まずい。マジうぜ、超くせえよ。マジくっせ。頭でいっか。頭だったらまあまあ強くて痛い。そんなに痛くないの。マジでもう一回やってみて。結構まあまあそれぐらいいかないと多分思いっきり痛くない。思いっきりいかないとまあそんなに痛くない。起こしに行ってあげよう。今さっきぐらいやってたらビンタでもいいかも。こうやって、うん、あのそれで、うん、まあ、それ顔、うん、顔でもいいかも。ちょっぺんだとそこまでないかも、うん、ちょっといいダメージが。びっくりした。起きろ。起きろって。怖い。起きろって言って。起きろって言ってんの。だから俺は嫌いなんだ、オーシャンピーポー。大きいよって。まあ行く時間だよ、出る時間。痛いからね。起きろって。痛い。すごいな。起きろって言ってんだから。何回何回も言わせになってってんの、起きるのに。起きてって言ってんだから。起きないか。寝ちゃダメなんだって。いい時間だからもう。あった？なんなの？じゃ起きてって言ってるの。もう起きる時間だよって言ってるの。何回も何回もさ。起きてね。起きる？起きろって言ってるの。4回目。バレなかった？うん、バレなかった。お腹すいたらなんか心の人絶対絶対すり替えたでしょ。絶対すり替えたでしょ。すごくない？俺分かっちゃうんだよね、こういうの。これあれだな。もう絶対俺とすり替えた。
あれ俺のじゃないよ。あれションベンでしょ、絶対。ションベンじゃないか。じゃあちょっと一回。あれションベンだ、絶対。どれ俺のだもん、だってこれが。天才だよね、カイトってマジで。そこ壊れてんじゃん。ジャックならず。クメブローズ、ジャックならず。壊れてんじゃん。それ後編、まあんま後編じゃ朝が目覚めっつって。優しくない？え？優しいじゃん。いいよ。コーヒー作ってあげるな。コーヒー作ってあげる。コーヒーマイスター。まあみんなに作る。普通に。コーヒーマイスターの話。みんなでありがとう、カイト。いい目覚めよ。俺こう変が危ないから、お茶で。俺クリスマスだとね、こんな優しいの。うん、やっぱクリスマスきっかけだから、いつも感謝の気持ち、感謝ありがとうってことだ。あ、感激してる、いつも。ありがとう。本当ありがとうって。いつも、クリスマスさんありがとうってことで、しかも光栄特にね、何でもいろんなことやってくれてありがとうってことで、その、ゆうえくん買ってきてくれた。これを。最悪です。朝から元気のビタミン C を元気のビタミン C 元気すぎちゃう。ちょっと一回変えてみんじゃん。半端ない。ションベンだ。ションベンの匂いがする。そのまんま。あとのションベンだよね。これさ、気づくかな。全部入れちゃおう。面白いじゃん。くさ。わからない。匂いしない。マジで。匂いしない。気持ち悪い。朝から。味しないでしょ。味しない。だから分かんない。全部飲んじゃう。どれか分かるよね、ちゃんと。分かる。そんなバカなことしないよ、ほんと。これで、たぶん最後の方まで飲んだら、何この粉ってなるんだろう。入れといて、音声が欲しいから。OK。分かる。俺が切るときに。GoPro？ GoPro でもいい。いいけど、いや、音入る。入れば何でもいい。別に。健太が先にそっち行ってくる。だから俺がそこにスタンバっといてもらって。これだったら濡らしいし。カメラだっけ？カメラ。で、ワン。
Day1 だじゃん。あれ Day1 だったの。携帯かな。あれを撮ったの。カメラだったよね。一応ね。あれ後編の方からも俺がこうやって撮れたらやばかった。逆からね。やばい顔してたもん。裏だったもんね。やばい顔してた。どっちも、あのどっちもどっちのところもあるからさ、だからうまくそこで考えて、どう、あんま美味しくないコーヒー、うん、まあ、市販のやつだからな。せっかく大橋マイスターが作ったのに。作ったの？作ったってこと、温めただけ。普通だったけどな、俺の。まあ、市販のコーヒーって感じ。でも、何ね、やってんでしょ、これ。だからやってないよ。あんま美味しくないよ。どういう味？何が美味しくないってどういう味？なんか美味しくないってどういうこと？なんか変、なんかサラサラしてるというか、あんまりコーヒーの深みがないという。うんこブレンドされてる。大橋マイスターがサラサラになってる。何ブレンド、何ブレンド。もう一回飲んでみて、ちょっとゴクゴク飲んでるけど大丈夫これ。体調悪くないじゃん。って、うん、あんまり大量摂取すると体調良くなくなるって書いてある。おしっこ入れ、うんこ、おしっこ、ひろとおしっこ入れてた。これおしっこ、やっぱりうんこ超臭いよこれ。多分こういう普通の飲んでないからわかんないんだけど、俺さっきこういうコーヒーみたいな匂い感じたの。超臭い。やばいよね。コーヒーが紛ってるだけ。マジで紛ってるだけ。俺が間違ってコーヒーが、コーヒー入れすぎちゃったかなと思って。いや、チョコ食ってるからかな。いや、え、さっきからやっぱおかしいと思ってた。そういうんじゃない、最初から。マジで臭いよこれ。なんで気づかないの。いや、多分ね、このコーヒーこれが普通。臭すぎ、臭すぎでしょ。俺飲めたの、俺飲んだ瞬間気づいた。誰も飲んでないそれ。うん、でこれじゃあ家飲んで。うん、ああ、おしっこの匂いするね。